フランス。ナンバーナイン。ソフィー・モニオ。オリジナルダンスが終わって現在ナンバーワン。優勝へ一番近いフランスのモニオとラバンシーのカップル。流れるようなスケーティング、そしてエレガントな構成をお楽しみいただきましょう。曲はトップカットです。4分の演技時間。フリーダンスは男性の肩より高いリフトですとか、あのペアのような女性を投げるスロージャンプは禁止されています。男女の調和をいかに高く表現するか、そこがポイントです。4分の時間がおしゃれに、そして軽やかに過ぎていきました。フランスのソフィー・モニオとパスカル・ラバンシーのカップルです。非常に滑ってましたし、ただ走るという、ね、部分がなくて、ほとんどもと言っていいぐらい全て の場所がステップで構成されてましたね。あ、そうでしたね。し
か、やはりこれだけですね、ずっとそのステップで構成をしていくというのは、いかにその一歩一歩がですね、よく滑っているかということと、より正確に乗っているかということの証明ですね。なるほど。この辺りのほうがターンをしても、氷 の削りが跡が出ませんね。確かにそうですね。高いテクニカルメリットが出ました。技術点5人が 5.8 です。さあ、テクニカルメリットも高い得点ですが、この後のアーティスティックインプレッションが非常に楽しみです。出ました。 5.9 が3人、文句なく9組が終わったところでトップ、フランスのソフィー・モニオット、パスカル・ラバンシー。 5.9 が出ましたね。すごいですね。10番マリーナ・アニシナ、グエンダル・ペイゼラ組、フランス。アルベールオリンピックで環境とコーチを整えた結果が今になって出てきました。フランスのマリーナ・アニシーナ、ウェンダル・ピーゼラカップルです。安定したスケーティングと新鮮さが売り物です。先輩のモニオット、ラバンシーを抜くことができるか。現在のところ第3位。
ちらも見事なステップとフットワークを見せましたフランスのアニシーナ・フィーゼラ、ともに学生のカップル。基礎技術としてはですね、非常にその深いエッジでよく倒れたエッジでですねコーナーを、回っていく技術を持ってますので、はい、でしかもその2人の、ね、倒れたそのコーナーで倒れた角度とかそういうのをよく調和が取れていると思います、はい、ただプログラムの内容としては非常にそのサイドバイサイドっていうんですか、2人横に並んだポジション、それと、一緒にですねこうやって走るところですねがちょっと多いかなっていう、目立ったかなっていう感じがします。前に滑りました、滑り終えました、先輩を抜くことができるかどうか、まずテクニカルメリット 5.6 が4人。さあこのアーティスティックインプレッションもできいかんですが、現在トップは前に滑ったフランスのモニオット・ラバンシ、全部で11組、このアニシーナ・ピーゼラが10組目です。さあ出ます 5.8、 アメリカ1人、ということは先輩に追いつくことはできません。10組滑り終わってトップはフランスモニオット・ラバンシー、そして第2位がこのフランスのアニシーナ・ピーゼラ、この2人です。逆転なるかどうか、現在のところ第2位に昨日までつけているベラルーシのタチアナ・ナフカ、サムエル・ギャザリアン、大柄な2人が長い手足を思い切って使うステップを見せてくれます。
パワフルなそしておおらかな調和を見せましたベラルーシナッパギャザリアンのカップルです。さあこれでモニオットラバンシーフランスに対してどうかという興味なんですが、五十嵐さん。そうですね、非常に今のプログラムの作り方もうまかったと思うんですけれども、難しいターン、それから簡単だけれども非常に正確なエッジワークが要求されるターンを意図的にジャッジ席の目の前で行っているんですね。あ、なるほど。でしかもそれを非常に丁寧にこなしてましたので、こういうエッジさばきができるんですよ、フットワークができるんですよってこと十分にアピールできたと思うんですね。しましたね。まあ、この辺りもその一つなんですけども、前半にも、そうですね、前半にも1回ありました。さあ点が出ます。テクニカルメリット 5.6 テクニカルメリット 5.6 さほどモニオットラバンシーに比べて高くありませんが、平均的な高得点です。 5.7 5.6。 この後アーティスティックインプレッションテクニカルメリット5-6 5-4 5-6 5-5 5-5 5-7 5-6。しかし表現力が非常に良かったと思いますね。ありましたよね、はい、高い表現力、アメリカ 5.8 がついています。 5.7 が5人ついています。さあこの時点で、しかしトップはやはりフランスのソフィー・モニオットパスカル・ラバンシーのカップル優勝です。16回目を迎える NHK 杯フィギュアの中で初めてアイスダンスではフランス勢が優勝を果たしました。それにしてもモニオット、ラバンシー、見事な華麗なスケーティングでしたね。そうですね、滑るという基本ができてた上にアイスダンスというものは本当にダンスとして捉えたといったところが勝因だったと思います、はい、フランス優勝、2位はベラルーシ、そして第3位もフランスです。それではこの後男子シングルフリーの模様、実況担当内藤アナウンサーです。